乾杯乾杯っすね。よし、みちきおめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。結婚おめでとう。何が結婚結婚したんですか？2ヶ月前ですよ。ぶっちゃけね、抜けてどう？まあ今もうどれぐらい経つの？半年もんね。半年ってもう半年経つんですか？あっという間？あっという間っちゃあっという間。今考えたら、あっという間って言ったらミッチーさんに失礼なのかどうか考えたら。いや、それすら気づかなかったですよ。どっちって言った方がいいのかな。あっという間か、それすら気づかった、気づかなかったですか？それも悪口だね。それ確実なる悪口だよ。環境が変わるじゃないですか、やっぱ。環境が変わったもんで、うん、時が経つのが早いけど。詩人か。そう、日を経つのが早いんですよ。環境が変わったから。こちらの佐々木チャンネルやばいでね。沈黙。いや、僕見ましたよ。見ましたけど、ちょっと羨ましかったですね。長島スパーランド。長島スパーランド、ほぼセリフゼロだな。風が強くて。あれ、奇跡の動画だよな。あんま入ってないですよ。奇跡の動画だよな。こっちの人も言ってしゃべるじゃん。そうだね、涼しいねって。そんなこと。そんなこと。初タイムですね。やばいやん、お前。そんな。いや、でも僕覚えてるんですけど、次何乗るんです。クジラ。確か言ってるんです。クジラ。クジラじゃなかったっけ。白芸のな。あ、白芸してる。白芸かなんかだろ。なんでお前、ああやってさ、やっぱ夫婦仲いいじゃん。はい、ミッチー、そのアドバイスさん。こいつの方がむちゃくちゃだろう。そんなちゃん喧嘩するんですか。喧嘩は、いやでもその喧嘩っていう喧嘩しないですよ。喧嘩しんよあれ。なんかだけどもうこいつとか本当特別仲いいでしょ。なんかめっちゃ仲いいっすよね、動画見とっても。うん、なんか女も引いとるし、お前もそこまで言いました。言わんの？家とかでさ。あんまり言わないっすね。なんで家とかをなんかちゃんともう綺麗に掃除したの？そう、実施ある。もうめっちゃ綺麗にしてある。もう掃除しんの？はい。まあそう、絶対しんの？僕絶対しんの。へぇ、すごい。いや、僕めっちゃするんですよ。僕逆に日中目だったら雑巾がけまでやっちゃうんですよ。僕がそれお前、汚いの飛ばした後だろ。いや、違う汚いの飛ばしてお前。いや、全部っすよ。もうリビングから、その玄関から、寝とる部屋からお風呂場やから、トイレ場。僕やるっすね。夜、なんかいつも女の子僕より寝てないんで。なんで？弁当も作るんで、僕らね、30分前、1時間前に起きますよ。弁当毎日作ってくれたの？はい。お前の？はい。で、帰りも僕より寝るの遅いんですよ。あ？僕より寝るの遅いんですよ。うん。だいたい僕酔っ払って迎えに来てもらって、で、僕はそのまま家帰ってパターン切るじゃないですか。ほんでそれまで一切寝ずに、どうだ？で、そうですね。で、あとは、やったりとかですね。あ？その、飯、洗い物やったりとか、洗濯物やったりしてるんで。で、1時とか2時ぐらいです。しよ。なあ。そりゃ掃除ぐらいやな。なんで日中…どう思う、こんばん。はい。すごい。最低思う。やっぱお前でありえん。お前はまあまあめちゃくちゃやお前。お前も最低だろ。何も言ってないでお前。普通に考えて。どういうとこが最低？そのやっぱり運転してる人の。出すなら出せ。それここ頑張って言わなかんとこなんていうのは分かっとんだけど、なんかクーってやってそれじゃサムに弱いってよお前。役に入るのはありがとう。もうみんな分かってもいいって、あ、ここちゃんとこいつ頑張って、あ、入ってきたぞっていうところなのに、俺今から入りますみたいなアピールしに行って。いや、俺もっと言っていい？そうすると夜の飯、飯は俺だもん、全部飯もお前やんの？夜飯は晩飯？毎日？いや、毎日って言っても週3、4ぐらい飲みに行っちゃうもんで、うん、家におるときは絶対僕が作るっす。完全飯だ。いや、僕も料理作りますよ。お前だよ。お前だよ。飯作んのお前。作りますよ。いや俺電話するぞペコちゃんに。いいっすよ。声が裏返ってる。裏返ったら嘘だろ。いいっすよ。絶対それ何作った。いや嘘じゃないです。日曜日休みの時は、うん、昼ご飯僕オムライス作るっすね。オムライスってどうやつ？オムライスは簡単ですよ。卵ってやつ？そうです、卵。もうすごいじゃん。すごいっすよね。
いや、あんなケチャップ入れるだけだろ。ケチャップ入れるの卵最後巻くやつだろ。いや、あんな多分誰でもできますよ、普通に。いや、僕のやつ違うんですよ。何パッカン系っす。何パッカン系っすよ。パッカン系、パッカン、おさえのカフェとか出るやつ。そうそうそう。マジで作りますからね。それ週何回、週何月にぐらいっすよ。ん月に。お前何回、僕月なんか月で換算したら15とかですかね。じゃあもう完全負けやん、お前。もう負けやん。いやいやいや、飯負けた、掃除負けた。でもそれでも最悪な旦那だと思うんだろ、まだ。そうですね。じゃあよくないでしょって。洗い物、それじゃ結婚できねえよと。はい、洗い物もやる、洗濯もやるだろ。全部うまいみたいな。洗濯だよ。お前嘘ついてるな、さっきから。じゃあお前勝てるとか一個もねえじゃん。他にどこが勝てる。洗濯やるんですか。洗濯やる。お前洗濯やらんだろ。やらないっすね。やらんだろ。でも洗濯はたまにだよ。たまにっすよ。行っても3日に1遍ぐらい。3日に1遍ぐらい。たまにならたぶん5分っすね。はたまにならたまにはやるの。やらないっす。じゃあ月換算で何回やる。換算でもまあ一週か1回に。まあでも10回も行かないですね。で、1ヶ月ね。1ヶ月です。5回以上やってる。5回以上は多分やってる。週2ぐらい。ぐらいはやってます。お前は？あ、コインランドリーに取りに行ったりします。それ洗濯じゃねえで。入れたのはお前じゃないだろ。入れたやつを取ってきたるわって。回収ね。回収がお前全然だな。お前全然ダメだとか言っとって最初。回収は俺でもできるわ。回収は何なら仕事帰りに行ってくるわって。そんなもんみたいだろ。全然もう家のこと全くやらんもんな、お前。でもそれがすごいっすよね、逆に。でももともとは仕事してなかった。逆にでも0歳の子供とかおるでな。あー、そうですね。ダメやん。お前がクズおったやん。お前がクズおったやん。クズおった。クズおったやんな。クズおったっすね。クズおったっすね、お前。顔だけ、お前。顔だけか、お前。まあ確かに、でも顔がいいわよ。じゃあ顔だったらどうなの。どれくらい買ったの。そのお前で言う、あ俺で言う。あー、それもちろん、それもちろん。ゴムなんか。あー、それ聞きたいわ。99% 買ってるんか、その。でもそれによってだって割合が変わるんだな。今までお前負けとったかもしれんけど、もうミチ君は 0% ですって言ったらお前の勝ちになるで。その人で。うん。まあ基準が前50だとしたら。僕が50ですか。うん。投げよ。事故かお前。帰れ。事故かお前。僕が50だとすると、うん、ですか。うん。40です。お前また微妙な。40だったらお前なんか微妙っすね。本当はなんか、うん、その6割勝っとるみたいな感じだからね。お前がまあ僅差みたいな。ああ、それ人間じゃないやんって。まず社長。質問おかしいです。深海魚と僕、人間比べたらダメじゃないですか。多分顔しょったんですね、こいつ。うわ、怖っ。こいつめちゃくちゃ言ってますからね。お前、結局お前や。悪いの全部お前や。結果分かったことはお前や。結果分かったことが。ちょっと数字持っとるからって。そうですね。普通にちょっと。ほんのちょっとのちょっとっすよ、本当に。勝手に見られる。リュウは勝手に見られる。また性格悪いわけぐらい。また性格悪い。性格悪いの出てきたぞ。だん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 めぐれてきた、めぐれてきた。だったらみんなやって。いや、そういうわけじゃないですよ。はいはいはい、僕何もしてないじゃないですか。喋れるわけでもないし。ああ、もうダメだ。終わり。いや、またダメだ。ほら、またちょっと作っちゃったから、ね、バレバレで。いや、僕なんか喋れるわけでもないし、やだし、って言って。うまい。怖いわ。だけど、リュウジは認めとったもんか。なんでですか。お前だって簡単に、じゃあ最初なんかお前簡単に数字負けない、いやそんなことないっすよって言って、何回か出てきて、お前リュウジ簡単に負けとるよって言ったら、
まあそうですけど、あれですけど、まあそうですね。ちょっと認めてるな、もうあいつな。言ってましたもんね、俺は喋れるか別にとか言って。ああ、そうそう、喋れてる、見えてる。あ、それ動画になっとる。なってます、なってます。俺は喋れるかって。ティアン君の時ですね。喋れてねえじゃん、あいつ。あれで喋れてると思ったの。ましてや放送事故ですかね。放送事故変わらんて。それこそあの10、20の差だぜ。俺がまあ90、みっちも90とかだとして、はい、まあ、お前の奥さん85ぐらい。そうですね。でもお前らもう10、9、8みたいな。だから7、6、5ぐらいだ。左が10倍。0、7の。もう一桁レベルですね。そう。大切。まあね、今後負けんところいい？そうですね。まあ僕に勝てんでしょ。じゃあ、みのりに決めるのか。どっちが解消していいか。今の話で、はい、もし結婚する時が解消だったら、どっちがいいか。あ、いいよ。おお、めっちゃ良くない？めっちゃ良くない？マジ？ガチで？うんうんうん、料理を2時間ぐらいかけてやるって聞いたら、下地処理をだいぶ手込んでやるみたいな。下地処理なんかスープでしたっけ。コーンスープを、うん、あのまあでも普通にもうその玉ねぎから作ったりとか。コーンスープ、そうそう、コーンスープなんか玉ねぎなんか入ってないでしょ。いや、あの玉ねぎとバターで炒めて溶けるぐらいまでやるんですか。で、いや、それかぼちゃスープです。かぼちゃスープは、かぼちゃを茹でて、あの、ペースト状にして。まだやるの？はい。すげえ。やばくないですか？やばいね。もう、かぼちゃ、やばいな、お前。顔かっこいいだけよ。動画でも全然喋らんでしょ。費用対効果悪いんだって、お前、大体。出たとき、費用対効果そうだよ。お前、喋らんもんだよ、動画もちょっと長めに撮らなくて。おみっちとだったら、10分の動画、12分ぐらいで作っちゃうんだよな、お前。お前、モノモース予定じゃなかった、今回。モノモースされちゃった。何言ってたでしょ、モノモース。あ、そのさっきのことね。そう、彼女について、みたいな。いや、おしどり夫婦だもんな。塗り替え道場1の。おしどり夫婦だもん。奥さんがいいだけじゃないの、じゃあこれ。そうっす、だから奥さんがいいだけっすよ。結論。それで、こいつらも良くないっすよ。いや、でも良くねえじゃん。奥さんが円滑に回してるだけっすよ。円滑に回してるだけっす。でも、そういう嫁を見つけた僕の勝ちっす。ああ、そういうことだ。そういうことだ。そういう、そうやっていいよ。見つけ方が悪いと。そうってことは、イコール、でこいつの彼女は悪いってことだよね。そういうことだよね。そういうわけじゃない。今日そういうことだよね。まあ僕の奥さんはいい女見つけましたけど、みち君どんなやつ選んだんですかと。要はあの前選びましたねと。いや、もうそういうことだ。やばいです、これは。でお前で見つけたんだろお前は。これは見つけたんすね。社内恋愛だからね、こいつ。確かに。こいつ社内恋愛だからね、言って。見つけたんじゃないから、普通に。そこら辺に誇ってあったやつが、普通に捕まえただけだったのに。目の前に転がってたよね。なんなら、どう見てんの、猿捕まえてるって一緒やん、普通に。お前、結局負けやん、全部。こいつ外で見つけてきただろう。はい。だろう、お前社内恋愛。向こうから来たんじゃん、行って向こうから来たよな、確かあれ違ったっけ。違う、俺もあんま詳しい情報は知らんけど、お互いとか言って、何こいつ、お互い愛し合ってうざいわ。愛し合って、こんなはずじゃなかった。こんなはずじゃなかったね。はい、じゃあ今日は終わりたいと思います。はい、ちょっとまた別件ですけど、外域塗装のマッチングと求人マッチングやってますので、ぜひそちらの方も見てください。お願いします。またねー。